こんにちは、マルボールです。ということで今日は実は10月の11日、日曜日です。時間は11時を回ったところなんですけど、いやー1週間ぐらいね、ちょうど1週間動画を全く撮ってない、Vlog のない生活を実は送っていて、まあ何があったかはねちゃんと話そうと思うんですけど、とりあえず、今日は髪を切りに行って一日をスタートさせたいと思います。もうめちゃめちゃ伸びてますからね、今人生一髪長い状態なんで、まあこの状態を最後に自撮りで撮って、ちょっと今から髪切り行ってきたいと思います。じゃーん、改めましてこんにちは、マルボールです。ということで、すっきりして帰ってきました。いやもう髪切ること自体半年ぶりだったし、ここまで短くするのは本当に久々なんで、実際切ってもらってる時はなんか子供の頃を思い出しながら切ってもらってたんですけど、やっぱまあすっきりして気持ちいいですね。はい、ということで、これでいきたいと思います。で一応まあ軽く買い物して帰ってきました。時間は今12時半過ぎたところなんですけど、まあとりあえずお昼ご飯食べましょうかね。はい、さあということでお昼はまた例によってパスタなんですけど、今買い物に行ってね、新しい5キロの袋を2袋買ってきました。なのでパスタ10キロね、10キロプラス今ある残りがあります。まあこれ多分すぐなくなると思うんで、まあ5キロずつ1袋ずつ買ってもよかったんですけど、どうせまた買いに行かなきゃいけないんでめんどくさいんで、もう10キロ買っちゃいました。ただまあトートバッグで買いに行ったので帰りめちゃめちゃ重かったです。はい、ということでね、改めまして1週間ぶりに動画撮ってるんですけど、まあ、この1週間何をしてたかっていう話をしていくとですね、まあ、先週日曜日R6 の初回点検と、あとジクサの修理、一応頼んでた分はやってもらったってことで、それを引き取るってことでレッドバロン行ったところで終わったと思うんですけど、まあ、あの後ちゃんとR6 の点検終わって、で R6 をレンタルコンテナに入れて、で歩いてレッドバロン行って、でジクサを、回収するっていう、回収したんですけど、まあ、実はジクサまだ完璧にちゃんと乗れる、状態ではなくて、というのも、まあ、全部お願いすると、まあ、ちょっとお金かかるし、でかつ調子悪いのが自分でねこういじったところだったんで、そこはまあ自分で直しますっていうところで、お願いしてたので、まあ、具体的に言うとリアのウィンカーですね、ウィンカーがちょっと調子悪くて今現状ついてないっていう状況なんで、それを自分で直すためにとりあえず、持って帰ってきてっていう感じです。で日曜日は終わって、で、で今週1週間はね、だからまあ、そのリアウィンカーをつくように修理しようと思ってたんですけど、まあやっぱねバイク乗んないと僕やっぱダメなんですよね本当にもう生活の質が落ちてというか、まあ同期と平日も飲み行ったりとか、まあいろいろね遊んじゃって、結局まだそのジクサーの人の、まあ、リアウィンカー含めた、ジクサーの修理もまだ全然手つけられてないし、まあ外飲み行ってお金はなくなるしみたいな感じで、そして部屋は散らかりまくって、もう足の踏み場がないしみたいな、そういう感じになっちゃって、で Vlog もね、動画すら撮れなくなって、撮ってなかったんで編集更新もできてないんですけど、動画すら撮ってないんで、本当にこの1週間本当に今お久しぶり状態なんですけど、やっぱねバイクやっぱ僕にとってバイクは必要ですね。そのなんだろうな、同期とか同僚と一緒に飲み行くのがダメだっていう風なことを言ってるわけじゃなくて、僕も十分楽しかったしね、十分というかまあめちゃめちゃ楽しかったから、また飲み行きたいなと思ってるんですけど、なんだろうな、やりすぎは良くないというか平日から飲むのはさすがにやばいかなと思ったりとか、まあ、単純にお金もだいぶかかるしね、ずっと飲みに行ってると。でその飲んでる時はすごい楽しいんですけど、その後ね飲み終わった後なんかすごい罪悪感というか、何のために今仕事してんだろうなみたいな思っちゃって、もうほんとこの1週間ねもうマイナス思考が止まんなくて、でお酒飲んでるからなんか夜もなかなか寝れなくて、寝れるけど、まあ、すぐ1、2時間ですぐ目が覚めちゃったりとか、ちゃんと寝れないから疲れもずっと溜め込んじゃって、1週間ほんときつかったしっていうのもあるんで、
やっぱ僕には、バイク、そしてこの Vlog この2つは必要だなってしみじみこの1週間で感じたんで、まあ、もう今日日曜日ですけど再開しました。で、まあ、まだバイクがね、ジクサーがそのリアウィンカー修理全然できてないんで乗れないんですけど、まあ、とりあえず Vlog だけはやっぱやんないとなっていうところで、この Vlog やってるかやってないかだけでもう僕の生活の秩序が保たれるか保たれてないかね決まるというか、まあ、撮っててもね、あの結構もうだいぶ、崩れてきてたのが見て撮れたのかもしれないですけど、まあやっぱもう Vlog 撮らなくなった瞬間にもう一気にそれこそストレス発散がお酒に流れ込んだ感じですよね。まあずっとジクサー修理に出しててジクサー乗れてなかったんで、その分のストレスがあった中で、Vlog やめた途端っていうか、まあもうなし崩し的にやっぱ、週末は同期にねお酒飲もうって誘われて、まあ、僕からも誘ったりしながら、まあもうストレス発散というか、まあ楽しみがもう全部お酒に流れちゃって、でも一気にガクそっちにもう落ち込んでいってしまう感じでしたね、本当にこの1週間は。ということで、まあまあ過去のことをねいっぱい言ってもしょうがないんで、まあこの1週間でねとりあえず、まあ、僕にバイクと Vlog が必要だってことは分かったんで、またここからちょっとねちょっと更新が止まったし、 Vlog 毎日撮影も止まってしまったんですけど、まあちょっとまたここからぼちぼち頑張っていきたいというか、まあ、続けていきたいなと思っております。はい。で、まあ、早急にねジクサーもちょっと修理してジクサーで通勤できるようにしたいんですけど、まあ、なので、まあ、先週1週間も電車通勤で、ちょっと今週ちょっとジクサーをねどのぐらい僕が直せるかどうか分かんないですけど、まあ、原因はある程度、まあ、ウィンカーなんでね、あのそこら辺はまあ簡単やれば終わるんですけど、なかなかそんな感じで平日はねずっと疲れ溜め込んじゃって、だから週末しっかりもう休んでもう何も考えずに寝てようみたいな、そういう感じだったんで、もう今日も日曜日まだ何もできてないんですけど、まあ、そういう感じでした。はい。この1週間はそんな感じでした。まあ髪を切ってスッキリしたしね、またここから、気持ち切り替えてねまた1週間頑張っていきたいと思いますし、また来週はね、来週というか明日はねまた月曜日在宅勤務で、でかつ水木金と実は出張で、あの県外に出張なので、まあちょっとそこも Vlog どうなるか分かんないですけど、まあできるだけ Vlog 撮りつつ、ちょっと時間見つけてジクサー修理しつつ、そして仕事頑張りつつ頑張っていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。じゃーん。まだ向こうはちょっと散らかってるけど結構綺麗に片付けました。久々にこんな床が見えてる本当に見せられないぐらい散らかってたんで、とりあえずここまで片付けました。まあ、せっかくなんでちょっと模様替えしようかな。向こう狭いしね、ちょっとこの棚がね空間を区切っちゃってる感じがするんで、これを移動させよう。じゃーん。ということで、こんな感じでちょっと模様替えというか、めちゃめちゃ広いスペースを空けて椅子を置いて、でこっちに、ちょっとパソコンの角度とかを変えてこんな感じで置きました。本棚をここに置いてって感じですね。ここがこんな広くなったんで、すごい部屋が広くなった気分ですね。なんか逆に僕あんまり広い空間だと落ち着かないんでちょっと馴染めるかなっていう感じなんですけど、まあ、とりあえずこれでちょっとやってみたいと思います。で今までこのマンフロットの三脚をねこの部屋の奥に置いて撮ってたんですけど、まあ、ここに本棚が来たことでここにミニ三脚を置けたんで、ここでこうやってこれから置いて撮ろうかなっていう感じなんで、ちょっとこれはこれでまた別に部屋のどっかに置いて別のアングルで撮れるようになりました。はい。こうなってくると、一眼もう一台欲しくなってきますね。それこそフルサイズとかそろそろ使ってみたいですね。はい。ということでちょっと新しいアングルですがどうでしょうか。今日はこれで終わりたいと思います。まあ、今後、まあ、語るときはこのアングルでやっていけたらいいかなと思ってます。まあまだこのあの模様替えして今すぐ撮ってるんで、まあ、多分生活してる中で多分椅子がまた別の場所に移動したりとか棚の位置が変わったりとかするかもしれませんが、まあちょっとまたこれでやってみたいと思います。ぜひ高評価をしてまた明日も見てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、じゃあまた明日から月曜日ね仕事も頑張っていきたいと思います。ではでは。
やっぱ Vlog 撮ると生活が全然違いますね。いい感じです。充実。